しょう。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。WGS の藤野です。今日はやっとお待ちかねのこいつを紹介できるの。近い。こうなんですか。クラブ紹介を。クラブ紹介。はあ、いいですね。あ、もうちょっとこう、もうちょっとかっこいい感じで。おケツをプッ。そう。何から行きます？この帽子から行きますか？その帽子からですか？はい、帽子なんですか？これはタイトリストのサンバイザーっていう帽子で。そんな被ってるの見たことないです。確かに。もうなんかキャップやん。絶対被ってへんねん。はい、何でもないやろ。これちょっと拾ったっす。拾ったやめなさい。やっぱりドライバーは最後にした方がいいかな。そうですね。やっぱり気になってる人多いと思う。ウェッジ行きますか？ウェッジからもう下からポンポンと。58度は下って何本入れてるんですか？そのサンドウェッジやウェッジってウェッジ類何本入れてるんですか？4本。え、意外。そうなの。意外。ちょっと繊細で。意外と。はい。繊細で。アプローチが、まあ得意っちゃ得意なんですけど。ほう。確かにうまいもんな。意外とうまいもんな。意外とは失礼やった。まあでもこの2本はあんまり使ってないですから。全然臭いじゃない。あの、飾りです。飾りで入れてる。ユッチ、どこのメーカーですか？これ、こうやったらこうですか？なんだ、でもメーカーはメーカーはキャロウェイの、はい、店に込んでくれて、マックマクダディ。マクダディ。マクダディ。おー、一緒ですよ。で、前使ってたやつ。シャフトが、あ、俺、これ純正これ何でしたっけ？ダイナミックゴールド。それ分からんのやばいやろ。すいません、あの今俺ダイナミックゴールド使ってたやん。今知ったっす。俺ダイナミックゴールドです。相当興味ない。ダイナミックゴールドゴールドの、200グラム S ハゲてこれちょっと見えないんで。ああ、分からん。 S200 ぐらい純正やろ。純正の OK、 はい、DG ありがとう。ありがとうございます。こちら4本は5852度ですね。58、52で使ってないのが？使ってないのは54と48です。なるほど。わけわからんです。じゃあ次、アイアン教えてください。はい、アイアンがこれが…なんでめっちゃいいやつ。おい、勝った。ちょ待って、なんで入れてんねん。僕、金持ちです。金持ちっすか。俺のやろ。俺のやろ。うわ、いいかいいか。平子くんパクってた。え、いつ入れたの？いつ入れたの？5年前ぐらいですか？怖っ。めっちゃ怖い。これクラブ紹介に入れてるとかビビるわ。白子くんパクってたら。これ僕のっすよ。そうやな。怖い。いいよいいよ、いつでも使い、使い使う。こいつめっちゃビビるわ。手癖悪かったな、ごめんの。これが、あ、じゃあ、あ、まだ入ってんの？全部パクってる。全部パクってますね。ほんまのアイアン紹介して、全部2回入れるもん。ちょっと自分のも入ってます。練習するやつだけ入れてた。そう。じゃあ、まあ、メインのメインの自分が使ってるやつは、A グラインド。 A グラインド、もう KBS ですかね、これ。 KBS やったな。 KBS ボス。 KBS で、KBS でやってます。あ、グリップ何さしてるの？イオミックっすね。あ、イオミック。はい。グリップこだわりあるんですか？ないですよね。ないですね。ツアーで支給されたから。はい。ああ、そうか、そうか。これはツアーでもらったの。58、52もらいもん。うん。このアイアンももらいもん。いや、あ、じゃあ今のところ0円。はい、0円。アイアンまでは0円。 KBS も KBS からもらったんじゃん。 KBS の人からもらいました。はい、アイアンもいい。ツアー出たんです。はい、一応前に。何のツアー出た？関西オープンだっけ？はい、関西オープンだ。一応レギュラーツアーで、はい、出させてもらいました。いいなぁ。でしょ。すごい、かっこいい。ウッド系いきますね。ウッド系で、ユーティリティって入れてる。ユーティリティ。あ、ユーティリティ9の3の、19度。シャウトはアッターズの X95 の X95 の X で、3番ウッドですわ。3番ウッド、これは買いました。買いました。5番ウッドとかないんです。5番ウッドはいらないです。4万円あるんで。入れてないんですか？入れてないんです。入れてないんです。そうなんや。5番ウッドが、あの、はい、え、ほんまに知らなかった？知らなかったです。俺知ってる。はい、だから14本ないもん。おう、ほんまにほんまにほんまにないんだ。僕だってあれ WGSL 来る前ね、5番ウッドにバックスピンかかったことがあるんです。あの、吹け上がりすぎ。来る前じゃない、来る前じゃない。最初俺んとこ来た時。あ、来た時ですか？来た時に吹けまくってて、はい、もう、あの、ボディーターンの意識でやってる時は5番ウッドでグリーン行ったら、あの、ピッチマークが前にあったんですよ。前にあった。え、嘘やろ。で、やめた。やめました。なるほど。いらないと。じゃあ、スプーンを。スプーン、うん、M2 3番ウッド。
サンバウッドの M2、 シャップは MT の MT の 7X7X、 はい、ほうほうほう、こいつが相棒の相棒、もう出た出た出た、めっちゃいいやつ持ってるやん。ちょ待って、俺ね、ヘッドカバーも折れないまんまかけてヘッドカバーから折れないけど僕ドライバー2本入れてるんですよ。ああ、使い分けてる感じ。そうそう、ちょっと狭い時はこれで、あのバリ飛ばしたりとか、こうしよう、そいちで、はい、ボスの高級、ボスの高級のドライバー、僕金持ちなんで買いました。あ、買った、ボスのってはっきり言ってるやん、自分じゃあまあまあメインのメインのドライバー M1 使ってるやつなんか未だにおるリアマノのアヒナの X です。 70X それは振りやすいですか。いや、重たいし、重たい、もう捕まらんすよ。ピンピン硬いですか。硬いですフージュンプロヘッドスピードどれぐらいあるんですか。60ぐらい、75ぐらい。75世界一飛ぶで75世界一、75はやばいっすか。世界一や、75目指します。アベリー普通に軽くって56はあれ、まあまあそれぐらいは全然、そんぐらいっすかね。リアルがリアル56ぐらい、56か、そんぐらいっすね。で、X は X はしんどい、それでしんどい、これはしんどいっす。はあ、じゃあ次はパターを、パター何使ってるんですか。よく気になるよな、フージュンプロのパターって気になってる人多いんじゃん。31インチぐらいのパターじゃん。大体パターでも300ヤード売ってそうやな。確かに、日本入ってるの、あの、優柔不断の、え、ちょ待って、あ、よかった、また俺のパクとかと思ってどれにしようかなって決めてますけど、あ、もうそういう軽いノリでパターを、そうそう、軽いノリでもパターはやってますね。なんかパター、関西オープンの時どっちやったんですか。関西オープンの時どっちでしたっけ。俺も覚えてへんよ。あ、これっす、こっちっす忘れちゃった。これセンターシャフトの、ほう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 、センターシャフト、ワークスワークスでしたっけ。何でしたっけ、知らんと思います。ワークスでしたっけ。聴者さんの方が詳しいかもしれない。ほうワークスでしたっけ、多分そう読むと思う、ね、のセンターシャフトの、あ、聞こえちゃったえ、何インチそれ。これ34っすね。ああ、34。34インチ。ほうほうほう。じゃあもう一個は。これは、関西オープンにいただきました。おお、提供いただいて、はい、オデッセイさんから。オデッセイさん。オデッセイさんから、オデッセイ様から。ありがとうございます。ありがとうございます。はあ。で、これもワークス。ほう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 。このパターンを。これは純正のグリップのものですね。それ何インチなの。これ30、短いな、そっちの方が。33っすかね、これ。33ぐらいちゃうかな。33っすよね、これ。うん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 。ちょっと把握してないんですけど。はい。フージュンプロの関西オープンのパターですね。うん。かっこいい、痩せてかっこいい。かっこいいな。どっちもかっこいいぜよ。その時かっこいいよ。今もかっこいいでしょ。今もかっこいいけど。ね。ねえってお前ボス、だって助けてくれる人いないですよ。今全員敵みたいな全員デブって言われるから。へえ、なるほど、ありがとうございます。じゃあそしたら最後に一発ドライバーで締めてもらって。あ、了解です、行きます。じゃあ締めに、ちょ待って、僕のアイアンでいきます。じゃあアングルを、あ、こっちかい、あいつアップなんじゃん、ほんまにアングル移動します。ボスは何でも思いやりがありますね、やっぱり。もう一球。常に視聴者様のことを俺は一番に大事に思っているからな。ああ、さすがですね。まあ、まあ、半分心こもってないけど。まあな棒読みでしたね。そうやな。まあ、でもアンチなの、無視やから。はい。じゃあ、締めに。ほー。素晴らしい。じゃあ、フージュープロ、クラブ紹介。このアイアンは素晴らしいです。いや。勝負やん、何回突っ込ませんはい、ありがとうございました。